静岡県サッカー選手権大会は、静岡県サッカー協会に登録されている、第一種のチームによるサッカーのトーナメント大会であり、天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会の静岡県予選を兼ねている。駿河銀行が特別協賛しており、2018年までの名称は、駿河カップ争奪静岡県サッカー選手権大会であった。予選大会と、 決勝大会に分けて行われる。以下のチームはシードされ、決勝大会から出場する。2020年大会は予選大会が開催中止となったため、J3 リーグの2チームによる県代表決定戦を行うと発表された。しかし天皇杯本大会のレギュレーションが大幅に変更され、J3 リーグ所属チームが不参加となったことから、前年度東海社会人、 サッカーリーグ最上位の藤枝市役所と前年度東海学生サッカーリーグ最上位の徳派大学浜松キャンパスサッカー部による県代表決定戦を開催することとなった。2007年から2011年まで本大会とは別に天皇杯県代表決定戦が開催され、勝利チームが天皇杯本大会の出場権を得ていた。ありがとうございます。